どうも、ピープルゲットレディの田尻です。今日は水曜日のお休みで、1日ですね、子供と、公園に行ったりして、のんびり過ごさせていただきました。実はですね、今日その夕方頃にですね、 YouTube のこう更新をしようと、ちゃんと頭の中ではね、時間配分をしていたんですけど、まさかね、思わぬことが起きてしまいまして、思わぬことって言っても大したことじゃないんですけど、自分にはね、妹が一人いるんですけど、今日本当ね、夕食を取ろうかなって思ってた直前頃に妹から電話があって、コストコで買ったね、丸鶏のチキンが思った以上に大きくて食べれないから、自分たち家族も来て一緒に食べようっていう誘いの電話が入ったわけですよ。もうで、家ってすぐそことかだったらいいんですけど、結構 3,40分ぐらいかな、かかるところで、えみたいな、誘ってくれたのは嬉しいんですけど、間に合わない、これ行って食べて帰ってきて、こう YouTube の撮影が間に合わないかもって一瞬ちょっと慌てたんですけど、まあもうしょうがないやと思って、先ほどね、行ってきてチキンを、みんなで美味しくいただいて帰ってきたんですけど、まさかね、コストコのチキンにこの毎日連続更新のね、立たれることになりそうだったんで、ちょっとまさかこんなね、思わぬ出来事が起きるとはと思いながらですね、とは思いながらも、なんとかカメラ回そうと思って回しております。はい、なんか今日の内容が大したことないっていう、もうなんか最初に保険をかけちゃった気がするんですけど、今日はですね、ちょっとお伝えしたいことは、YouTube のね、動画もいつも見ていただいてね、本当ありがたいんですけど、加えてですね、Instagram も、People Get Ready はもうそれこそね、 YouTube よりももう何年も前からやってるんですけど、フォローをしていただいてる方が、ついに今日ね、2000人を、超えていただきまして、もう本当にありがとうございます。インスタグラムのね、フォロワー数がやっとだと思うんですけど、2000人を超えて、はい、今2000何人かだったと思うんですけど、ありがたいことにですね、フォローをたくさん、していただいております。なんか YouTube を始めてからの方がなんかちょっとペースが上がってる気がするんですよ。なんかおそらくなんですけどね、このチャンネル見ていただいて、インスタの方もね、フォローしとこうかなって思っていただいてる方がね、いらっしゃるんじゃないかと思っております。ありがとうございます。でね、 YouTube も結局毎日更新してますので、インスタグラムとなんか使い分けが正直ちょっと分かんなくなってるんですけど、まあできるだけこうスピード感のあるネタはね、インスタでやっぱサクッとこう撮影して、パッとね、これが入荷しましたみたいな、速報みたいな感じとか、まああとはちょっとお写真でしかね、伝えられないようなこう接写したというかね、近づいて、写したこうね、ディテールの写真なんかが、インスタグラムの方が見やすいかなと思いますので、まあそういう意味で使い分けをね、していこうとは思っております。で、思いつくところだと、例えば12月中にね、おそらく入ってくるって言われてるんですけど、TCB さんの対戦モデルの、トップスですね、ジャケット、デニムジャケットがおそらく年内に入ってくるだろうと、12月中旬から12月末までには、多分入ってくるということでアナウンスを聞いてたはずなんですよね。で、もうなんか言っちゃうんですけど、すごい皆さんがいつですかいつですかっていうお声はもう現時点でもかなりいただいていて、サイズもね、何着かずつは取ってるんですけど、まあおそらく入荷してすぐにサイズ掛けは起こっちゃうと思いますっていう話、いうことはね、皆さんにお伝えしているその通りなんですけど、そういった入荷に関しては、できるだけね、もうそのタイミングで、もう入荷したタイミングで、インスタグラムの方にですね、今到着しましたっていうふうにアップをしようと思っておりますので、ちょっとね、気になるアイテムの、入荷速報とかそういったのチェックしたい方はぜひね、インスタグラムの方も、ぜひちょくちょくね、覗いてください。今あんまり毎日更新っていう風にね、逆に YouTube 毎日更新してインスタグラムの方がなんか 2,3 日に1回ぐらいになっちゃってますけど、まあどちらもですね、継続して今後もやっていきますので、合わせてチェックをよろしくお願いいたします。本日はですね、そういうわけで、インスタグラムが、2000人フォローしていただいて、嬉しいですというご報告の、投稿でございました。はい。
明日も、明日からも、お仕事頑張りたいと思います。失礼いたします。